旧三市八郎江門下住宅前の庭旧三市八郎江門下住宅は神奈川県藤沢市鳩鳥にある歴史的建造物。国の登録有形文化財に登録されている。三種家付近の東海道沿いの集落一帯は江戸時代から明治中期まで鳩鳥村と呼ばれ、三種家は江戸時代には100国以上の高持ちで代々八郎江門を名乗り鳩鳥村の名主を務め、 羽鳥村の農民の4分の3と、古作してもらう関係を結んでいたという。11代目は、明治初期の講座軍、羽鳥村の初代村長を務めた。13代目八郎衛門は、小笠原東洋を招き学校を開いていたところ、明治5年に学生が敷かれると、公余学者という名の小学校に認定された。明治10年に、東洋が、 私塾を新設するときは三死八郎衛門も援助した。その公余塾から各界へ多くの人材が排出され、その中に後に内閣総理大臣となった吉田茂や味の素を創設した鈴木三郎介などがいるという。2013年に母や門、石兵衛が国の登録有形文化財に登録された。 すでに所有権が不動産業者に渡りおもやなど、建物は2022年頃に解体され、跡地は宅地分譲される計画になっていが、建物の保存を望む声が上がっている。JR 東日本東海道本線、辻堂駅から徒歩で30分。ありがとうございます。